皆様こんにちは。この動画では第2種電気工事士2024年度令和6年度上期学科試験の解説を行っていきます。まずこの1つ目の動画では1問目から9問目までの計算問題について解説を行っていきます。では1問目、図のような回路で8オームの抵抗での消費電力はと問われています。8オームがこの部分ですね。ではまず、最初ですね。ではですね、回路全体の抵抗を求めていきたいと思います。まずこの部分、ここが並列になってますので、20オーム ×30 オーム割る20オーム足す30オームで、この並列部分の抵抗は12オームとなります。でこの12オームとこの8オームは直列でつながっていますので、12足す8で回路全体は20オームとなります。回路全体の抵抗が求められましたら、次は回路の電流を求めたいと思います。200ボルト割る20オームで回路の電流は10アンペアと出せます。ここまで出せましたら、8オームの抵抗でかかっている消費電力を求めることができます。消費電力は電流の事乗×抵抗で求めることができますので、先ほど出した10アンペアの事乗×8オームで800ワットですので、この問題の正解はロの800が正解となります。2問目、電気抵抗 R 直径 D ミリ長さ L メートルの導線の抵抗率を表す式について問われています。まず、この出てきてる電気抵抗、直径、長さ、これを、ちょっと図に落とし込むとこういうことですね。黄色が長さ、緑が直径で、この電線の電気抵抗が R で、今回問われているのはこの抵抗率、これ記号ローなんですけど、抵抗率を求める式について問われています。でまずこの抵抗率ローが出てくる式なんですけれども、この式ですね、電気抵抗を求める式に登場します。電気抵抗イコール抵抗率かける長さ割る断面積、今回断面積ちょっと A で表してます。でこれを抵抗率左辺に持ってきますと、電気抵抗かける断面積割る長さで、抵抗率求めることができるんですけれども、この状態ではどの選択肢にもちょっと今該当しないですね。でこれちょっとこの選択肢に近づけるためにちょっと前準備が必要です。まず一つ目がミリメートルとメートルの単位を合わせることです。ミリメートルはメートルの1000分の1ですので、メートルをミリメートルに直す際は10の3乗をかけてあげる必要があります。で反対にミリメートルをメートルに直すときは10のマイナス3乗をかけることで表すことができます。でもう一つ、この断面積 A、 これをちょっと式書き換える必要がありまして、断面積 A は半径×半径×円周率で求めることができます。でこれを問題文に出てきてる記号を使いながら整えていくと、直径 D、 こちらを使います。直径 D を、2で割りますと半径になりますので、で、直径 D、 この問題文ではミリメートルになってるのをちょっとメートルに直して、こちらの式 D×10 のマイナス3乗割る2かける D かける10のマイナス3乗割る2かける円周率、これを整えていきますと、4分の D の事乗かける10のマイナス6乗かける円周率で、これちょっとここの10の6乗をちょっと右にずらしまして、4分の D 事乗円周率かける10のマイナス6乗、これが、断面積ですね。で単位はメートル、平方メートルに直しています。なのでここの A には先ほど出しましたこの式が入ることになります。でこれを
入れてちょっと式整えていきますと、断面積は分子に入っていますので、ちょっと書き換えるとこういう形ですね。で、ここから式整えていきますと、ちょっと10のマイナス6乗だけちょっと部類が違うので、ちょっと右側に寄せる形で、ここ 4L と4分母同士掛け合わせて 4L で、 RD の2乗円周率、これ分子で掛け合わせまして、円周 πD 2乗 R かける10のマイナス6乗で、今ここ10のマイナス6乗分子のところにやるんですけれども、ちょっとこのマイナス6乗のまま残しておくのはあまり綺麗な式ではないので、これを10の6乗に直してあげます。で、10の6乗に直してあげようとすると、これ、結果としては分母に持ってきてあげることで、これマイナスが取れますので、最終的には 4L×10 の6乗分の πD 2乗 R、 この式が、抵抗率 ρ を求める式となります。で、これに一致しますのが歯の選択肢ですね。なので、この問題は歯が正解となります。で、まあ、ちょっとここまで書かなくとも、ちょっとあの前提の条件ですね、断面積、まずこの抵抗率を求めるのに、この問題文にはない断面積が出てくることで、断面積を求めるには D の2乗が出てくるというところですね。なので、選択肢 E、 選択肢に見ますと D 出てるんですけれども、 D 2乗ついてないので、この時点でこの1と2は落とすことができます。で、あとはそうですね、断面積求めるときに D を2でそれぞれ割るんですけれども、その結果4、分母に4が出てきますね。なので、ρ の場合は L の2乗となっているので、分母に数字の4が入ってません。なので、ここで ρ を落とすというような形で削ることもできるかなと思います。なんで、まあ、覚えときたいのが、この電気抵抗を求める式、電気抵抗 R を求める式に断面積が出てくることで、断面積 A の求め方ですね、直径 D を使った時の断面積 D の式がこちらの式になることをちょっと頭に入れておきますと、消去法でいくつか絞ることができるかなと思います。3問目、電線の接続不良により接続点の接触抵抗が 0.2 オームとなった。この電線に15アンペアの電流が流れると、接続点から1時間に発生する熱量はと問われています。この問題、熱量を問われている問題ですね。ではまず、消費電力を求めましょう。電流の2乗かける抵抗で消費電力を求めることができます。15アンペアの2乗かける0.2で 45W で、次、熱量を求めるときに、電気使用した時間ですね、これも必要です。これ秒数に直しますと、60秒かける60分で1時間3600秒と出ます。で、3600秒 45W を使用したので、発生する熱量は162,000J なんですけれども、問題ではキロジュールとありますので単位揃います。162kJ ですので、この問題2の162が正解です。4問目、低角電圧 V、低角電流 I の3層誘導電動機を低角状態で運転したところ、消費電力が P であった。で、この時の力率を表す式はですね、ちょっとこの問題は結構難しかったのではないかなと思います。まず、3層誘導電動機の消費電力を求める式があまり見慣れない式だと思います。P イコールルート3かける電圧かける電流かけるコサインかける
10のマイナス3乗。こちらが三相誘導電動機の消費電力を求める公式となります。で、このコサイン、これが力率に該当します。ですので、これを、右辺から左辺持ってきますと、P×10 の3乗。割るルート3かける電圧かける電流かける10の事情。これいきなり出てきたんですけど、何かと言いますと、求めるのは力率ですので、パーセンテージに直してあげる必要があります。なので、100分率ですね。そのための10の事情です。で、これをさらに整えてあげますと、ここの10の3乗。右に整えまして、ルート3VI 分の P かける10の5乗ですので、この問題 E が正解です。ちょっとこれはなかなか難易度の高い問題が出てきたかなという印象です。5問目、図のような三相三線式回路に流れる電流はと問われています。電流はこの部分ですね。で、この問題のポイントは、この三相三線式回路がスター結線であることです。で、これがスター結線がデルタ結線かで、回路全体の電流が等しいのか、電圧が等しいのかが変わってくるんですけれども、これちょっとなかなかどっちがどっちだったかっていうのが、ちょっと覚えるのが難しいかなと思います。そんな人のためにこちら、番外編コラムにてちょっと覚えやすいコツというのを紹介していますので、ぜひご覧ください。概要欄にも URL 貼っておきます。で、今回スター結線ですので、スター結線はここ、それぞれの層が直列でつながっていますので、電流が等しいと覚えておきましょう。では、まず、ですので、この一つの層に流れる電流を求めることで、ここの示されている I が求められるということですね。ではまず、送電圧求めたいと思います。送電圧はスター結線ですので、この 200V 割るルート3で求めることができます。で、ルート3は 1.73 度するとこの問題では指定されてますので、 200V 割るルート3で 115.6V で、この送電圧が求めることができました。では、あとはもう、オームの法則に基づいて電流を求めたいと思います。115.6V 割る10オームで 11.56。まあちょっとここ、選択肢の形に合わせまして、11.6A。ここの送電流は 11.6A と求められました。で、最初のポイント。スター結線は直列のため、電流が全て等しいですので、この問題の選択肢は、この出した 11.6A が正解となります。6問目、図のように電線の高張 8m の配線により消費電力 2000W の抵抗負荷に電力を供給した結果、負荷の両端の電圧は 100V であった。で、配線における電圧効果について問われています。で、電線の電気抵抗は長さ 1000m あたり 3.2Ω ですね。電圧効果求めるにあたって、この電線1本あたりの抵抗負荷が必要ですので、まず最初電線1本分あたりの電気抵抗を求めましょう。問題文にありました通り、 1000m あたりの電気抵抗が 3.2Ω です。なので、これをまず 1m あたりだとどれぐらいになるか計算します。3.2Ω 割る1000で 0.0032Ω、 これ1メーターあたりの電気抵抗です。で、問題文にあるのは8メートルですので、これに8かけまして 0.0256Ω、 これが、電線1本あたりの電気抵抗になります。で、電圧効果を求めるにあたって電流が必要になってきますので、電流を求めましょう。電流を求めるには、
ここ問題文にある 2000W 割る、ここに書いてる 100V、 2000W 割る 100V で電流 20A と出せます。で、電圧効果求めましょう。 20A かける、さっき出した 0.0256Ohm かける、この行き石と帰り石でそれぞれ電圧効果が生じますので、かける2で 1.024、 大体1ですね、 1V になります。ですので、この配線における電圧効果は選択肢 E の1、こちらが正解となります。7問目、図のような単相三線式回路において電線1線あたりの抵抗が 0.1Ω の時、抵抗負荷に流れる電流がともに 15A、 この時配線の電力損失について問われています。さっきの問題では電圧効果だったんですけれども、この7問目では電力損失について問われています。電圧効果と電力損失、公式に似てますので要注意です。電圧効果は電流×電線1本あたりの抵抗に対して、電力損失は電流の事情×電線1本あたりの抵抗が公式となります。で、この問題もう一つポイントなのが、ここの中性線ですね。この中性線にはこの 15A とこの 15A、 同じ値の電流が逆方向で流れます。この方向とこの方向と。ですので、これは平行負荷になりまして、まあ実質電力損失が発生するのは、こことここの上と下のこの電線だけになります。ですので、先ほどの公式に当てはめまして、電流の事情、15A の事情 ×0.1Ω が2本分ですので、ここの電力損失は 45W ですので、この問題 E の45が正解となります。8問目、金属管による低圧屋内配線工事で管内に直径 2mm のビニール絶縁電線を4本収めて施設した場合、電線1本あたりの許容電流は、ただし、電流減少係数は 0.63 とするんですね。まずこの問題文に書いている電流減少係数、これは収める電線の本数によって変動するんですけれども、今回は問題文に書いてくれているので、これはこのまま使いましょう。で、もう一個思い出さなきゃいけないのが、直径 2mm の電線の許容電流です。直径 2mm は単線ですので、単線 2mm の許容電流 35A になります。ですので、35A かける 0.63 かけまして 22.05。 なので、この問題の正解はロの22が正解となります。最後9問目です。図のような電熱器1台と電動機2台が接続された単相二線式の低圧屋内幹線がある。で、この幹線の太さを決定する根拠となる電流 IW と、幹線に施設しなければならない過電流遮断器の定格電流を決定する根拠となる電流 IB、 この組み合わせで適切なものはですね。では、まず、幹線の太さを決定する根拠となる電流 IW を求めたいと思います。で、その前にちょっと確認しておきたいのが、電動機と電熱器の定格電流の合計値出しておきましょう。まず、電動機 M ですね。電動機 M は 20A が2つですので、合計 40A で、電熱器は 10A だけですね。で、幹線の許容電流を、決める際に必要なのが、この M の合計とH の合計、どちらがまず大きいかというところです。今回は電動機 M の合計の方が大きいので、使う数式は2か3になります。
で、M が大きくて、その次に50アンペア以下か50アンペアを超えて大きいかですね。で、今回は40アンペアですので、この2の条件に該当します。なのでここで使う数式はこれですね。 1.25 かける40アンペア足す10アンペアで、60アンペアですので、 IW は60アンペアになります。この時点で選択肢イトロが消えます。で、この次に、幹線の過電流遮断器の定格電流を決める根拠となるための電流 IB を次に求める必要があります。で、ここはちょっとこれを問われるのは結構珍しいかな、なんですけれども、これは電動機がある時とない時で求めるための計算式が変わってきます。今回は、電動機ありますので、この1ある時の、計算式を使用します。で、計算式ポイントとなるのがこの A と B2 種類ありまして、この式でどちらとも値を1と出します。で、その値がより小さい方を採用するというルールになっています。 A の式が 3×M の合計足す H の合計、 B が 2.5× 幹線の許容電流、さっき求めた IW ですね、こちらそれぞれ計算してより値が小さい方が IB の値となります。で、ちなみに今回は条件に該当しないんですけれども、電動機がないときは過電流遮断器の定格電流を幹線の許容電流以下にする、このようなルールが定められています。で、まず A の式求めますと、 3×40A 足す 10A で 130A で、 B の式の場合だと 2.5× さっき出した 60A で 150A ですので、今回はより値が小さいこの A で出した130が適切な値となります。ですので、この問題は IW60 IB130 の歯が正解となります。以上で、計算問題の解説を終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。